ダチョウイヤ、ドリームクリエイターの銀です。年が明けて早3ヶ月、ここに来て福袋開けます。はい、今回手に入れたのはフォーエバー21のハッピーバッグです。まあハッピーバッグって言ってるけど、福袋みたいなもんだちゃわいや。これなんと1袋3000円なんだよね。だいたい福袋って1万ぐらいするんですよ。いや3000円はいいでしょ。これ3000円はもう本当ありがたい。ありがとう、ありがとう、フォーエバーさん。まあ、フォーエバーさんは結構激安な服をね売ってるブランドなんですけど、まあ、難点はすぐくたるっていうね。まあ、でもそんな贅沢言ってられないんで、よし、じゃあ中見ていこうかな。なんだこれすごいぞこれ。ここデニムになってる、その先の下がなんか柄のワンピースだ。なんか柄のワンピースやね、これ。あ、なんか珍しいな、これ。この組み合わせってないね。はあ、さすが、違うな。フォーエバーさん、違うわ。続きまして。あ、これインナーっぽいな。あ、タートルネックですね。タートルネックのインナーですわ、これ。まあ、普通に使えるんだけど、ただこいつ難点は、透けてない？ネクスト。これはまた、まあストレッチ素材だからいけると思うけど、履けるかな、私。ちょっとパツパツなんかも。まあまあ、でもレギンスみたいな感じで履けば全然使えるな。ゴムはいいよね。ネクスト。あ、ちょっとやばい、面白いの出てきたぞ。え、なんだこれ、何何これ、え、やばいぞこれは。ネクスト。わわわわわ、あー、なるほどね。なんかワンピースだね、これも。あ、これなんかすごいおしゃれ、おしゃれ。あ、いいやん、いいやん、夏にいいよね。夏にいい感じの。ただスッケスケだな。中になんか着ないとこれダメだな。ネクスト。え、なにこれ、ラストだな、これ。ラスト、ラスト、ラスト。なんかすっごいでっかいの出てきた。あー、なんかジャケットだな。え、かっこよくない？いいけどさ、いいんだけど、これ私が持ってる服にどう、いや、かっこいいよ、かっこいいんだけどさ、これ私が持ってる服にどう合わせればいいんだろう。エンジ、最近ね、エンジ好きなんで、すごいいい、いいっちゃいいんだけどね。はい、こんな感じですね。結構さ、やっぱ3000円でこんだけ入ってるのありがたいね。ちなみにこのジャケットが、3280円。このなんかエキゾチックな感じのワンピースが、2490円。かけるとちょっと心配なレギンスは1250円。謎のインナー、あ、これ結構するんだ。1350円。もう500円ぐらいかと思ったこの謎ワンピね、この謎ワンピは2950円ですね。最後にこれだけは本当にいらない。じゃ、だってさ、使い道わかんないし、これ650円だな。これマジでわかんない。何これいや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 、何これ、いや、ないでしょこれやばいよこれ。あの、完全にこれだってお風呂入るときするやつやん。髪の毛濡れないようにするやつだよ。これだけほんといらない。まあ、あとのやつは何かしら使い道はありそうです。なかなかいいんじゃない ?3000 円でこんだけ入ってね、くれてたらさ。うん、頑張って、あの、1万の福袋を買うんだったら、これ買って、なんか、無難に行った方が、まあ、ありだね。これ欲しいっていう人いるんかな、これ。これ欲しい人いる？はい。じゃあ、こんな感じで、今日は、フォーエバー21のハッピーバッグを開けてみました。まあ、これもちろん、開けたからには、皆さんも多分期待してると思うんですけれども、やりますよ、安心して。まあ、これちょっと着回せるほどもないな、着回せるほどもないけど、まあまあまあ、これ使ってやりますよ、やります。今年できなかったからね。いや、なんとかできてよかった。このハッピーバッグのやつを使ってファッションショー、銀コレクションをやりたいと思います。みんな楽しみにしてるっちゃよ。それじゃ、バイバイ。だちょわいや、動画
画を見てくれてありがとう。こんな感じでくだらないことしてるから、よかったら他の動画も見てね。で、面白いなって思ったらチャンネル登録もよろしく。 Twitter とかもやってるから別にフォローしてくれてもいいんだからね。それじゃ、またね。